マーケティングっていうのは顧客の想像だというそういう話をしましたけれどもよく考えると、まあ、会社の現場の方の状況を考えるとですねじゃあ本当に顧客を想像するだけでいいのかというのが次のポイントでして、まあ、新聞見ててもですね、えー、例えばペクペケっていう会社があ去年よりも売り上げが何パーセント上がりましたとか利益が何パーセント上がりましたみたいな話は絶えず出てくるわけでして。えー そういう企業経営からいくとですね、まあ、顧客が想像されるだけではなくてやはりその需要需要というのは何かっていうと貨幣っていうものによって、まあ、あのきちんと、まあ、実現される貨幣っていうその裏付けのあるニーズですね欲望というのが需要なんですけれどもその需要が拡大再生産されていくそういう 需要を拡大再生産していくっていうのもマーケティングの仕事なんだというのがまあ,あの次のポイントになるわけです。だとするとこの需要の拡大再生産っていうことをしていくというのは企業にとってとても大事なことになるわけなんですが、さて下内さん、はい、この需要の拡大再生産を上手にやっている会社どんな会社があるか何か例ありますかね。まあアップルのスマホとか。 まあ,あのアップルの例は後でお話しますけれども、はい、アシックスの例少しあの説明してもらえますか、はい、こう一つのですね、えー、衝撃を吸収する靴の素材それをですね、えー、ビジネスシューズで使ったりランニングシューズで使ったりこうたくさんいろんなあのシューズで使ってますんで何かこう新しいものを履こうと思った時にそれが買いたいと思うあと品質がいいなと思ったら履くものだけじゃなくて着るものもこう買いたいなと思うということで。 あの自分の需要が刺激されてるなと思いますなる気が付いたら自分の体はアシックスだらけになってるい感じなわけですかあ今日あのご紹介したいのはアップルねさっきあの島内さんがお話ししたようなアップルなんていうのはまさに需要の拡大生産を上手にされてる会社かなと思うんですけれどもアップルにお勤めの方とお話しててるとですねそのかつてはアップルね潰れるんじゃないかみたいなことを言われたんですけれどもまああの i p、うん e m a c とか、あ、iPod とかいう商品が出てですね、だいぶアップルも何とかなるんじゃないかみたいなあの風潮が出た時でさえも、まあ家電量販店、日本の家電量販店は少し釣れない態度を取ってたらしいです。えー、アップル、あのまああの置いてほしいんだったら置いてあげるよみたいな釣れない態度を取ってたんですけれども、実はこの iPhone iPhone がもう出てからもう本当とにガラッとこれまではまあ置いてあげるならあ置いてほしいなら置いてあげるよからぜひ、まあ、あとも御社の売り場を作りたいとかぜひとも御社の商品を売らしていただきたいみたいなそういう関係が変わったっていうのが実はこの iPhone なんですけれども iPhone が出たあと何が起こったかというとですね えー、まず iPhone を買いますとするとおおなんか使いやすいと、えー、しかもいろんなアプリが使えるとで気がついたらもうアプリもアップグレードされてですね、えー、本当にいいなというふうに思うわけですねすると例えば iPhone の 4S みたいなやつをつくあの使ったのが今度5が出たとかあるいは6が出たというと、まあ、また買うわけですね再購入するというわけでで使ってると だアップルのノートブックのブックエアみたいなやつを買ってしまうとかです、ね、あるいは新製品っていった iPad を買ってしまうみたいなことが起こるわけでしてでさらにはアップルがダメな時でもずっと買い続けた人でこういう商品が出てくるとです、ね、まあ本当にほら見たことかみたいな。 やっぱりアップルはいい製品なんだということで、えー、こういう商品が出てくると他の人にもですね、えー、アップルいいよっていうふうにまあ言うわけですねあるいは新しくそれまでアップルなんて買わなかった人も iPhone を買い Book Air、えー、を買い、えー、そして iPad を買ううちにですねはもうあのすごく使いやすいとあるいはあのこんなことまでできるのかっていうことがあって、えー、他の人に買うならアップルにしないよみたいな。 えー、推薦をしてでさらにその人を買うわけですねで買うとまた同じループが回っていくというわけで、えー、こういうお客様が商品を買う,うリピート購入するさらには関連購入するそして他の人にも勧めるそしてその他の人がまた同じループをたどるというこういう拡大再生産のループがあるというのが、えー、ここでのポイントになるというわけですねまさに先ほどのアシックスでいうと靴を買う 非常に走りやすい、えー、じゃあ今度はウォーキングのやつを買ってみようかあるいはあ着心地がいいんじゃないかっていうので、えー、ウィンドブレーカー買ってみようかみたいに関連購入してさらには友達に「いや買うんだったらアシックスがいいよ」みたいなそういうような推奨購入が始まるということになるわけですね。ということを考えていくとですね まああの需要の拡大再生産満足再購入関連購入そして推奨購入というこのループがぐるぐる回るとすれば一番大切なのは何かというとここですね満足満足っていうのは実はこの需要の拡大再生産のエンジンですね燃料部分ある意味になるわけですね顧客満足が需要の拡大再生産のエンジンというわけでしてまああの 顧客満足っていうのはじゃあ何かっていうと、測ることができまして、えー、大体ですね、アンケート調査あみたいな形でやりまして、例えば、あのー、よくあるのはですね、一日旅行みたいなバスツアーが出たときに、最後にですね、今日の旅行どうでしたみたいな、こういう、あのー、はがきみたいなものを、まあ、最初、最終的には、店長さんがこう配るわけですね。その時によくあるのが、えー、今日のお旅行ですね、ご旅行お、満足していただきましたかと。で、えー、普通、やや満足、4、 非常に満足後そしてやや不満に全く不満みたいなこの中で点数をつけるみたいな形で得点をつけてもらってそれを集計して大体我々の自分たちの商品やサービスの顧客満足は何点みたいなこういうつけ方をするっていうのが一般的に行われていて、まあ、顧客満足が需要の拡大再生産のエンジンなわけですから高得点を取るように努力するということが 行わわれているわけですねなんですけども、えー、この顧客満足の考え方をですね理解したためにあの非常に、まあ、あのいい事例がありましてしかもちょっと不思議な事例があ,のあるのでご紹介したいと思うんですけれどもこれね1980年代今から30年前なんですけれども実はアメリカの西海岸で日本のトヨタ とアメリカの GM ジェネラル・モーターズが合弁で工場を作りましたこれ何のためにこういう合弁で西海岸で工場を作ったかというとですねトヨタはそれまでアメリカですね工場で工場を出しなかったんですね、えー、そこでそのアメリカのおまあ従業員をどういうふうにいい管理したらいいかあるいはじアメリカの従業員とどういう関係をお構築したらいいかっていうのはノウハウがなかった 他方ですね、ジェネラル・モーターズもあの、それまで作ってた車と比べてですね、コンパクトカーっていうのを作ったことはなかったんですね。まあ、日本車が得意とする、その非常にこう、まあ、やや、まあ、日本にすると普通のサイズ、アメリカ人にすると小さめのサイズ、このサイズの車を作ってなかったので、そのコンパクトカーを作るノウハウが欲しいということで、お互いがえ自分たちの持ってないノウハウを持っているので、こういう合弁のヌミっていう会社を作って、 えー、学び合いましょうというふうに作られたのがこのヌミなんですけどもこれちょっとね分、あのー、かりにくいグラフで申し訳ないんですけども1988年からですね、えー、ジェネラルモーターズはシボレっていう車、えー、トヨタはカローラっていう車、まあ、スプリンタートヨタっていうふうに言ってたんですけどもこの車を、あのー、ヌミで生産してたんですね。でこれあのよーく見てもらうと。 あるいはパッと見ても分かるんですけども同じ車なんですねつまりヌミでは同じ車同じ従業員同じ部品、えー、同じ作り方で同じ自動車を作るんですけども、えー、ジェネラル・モーターズとして売る時には絞れトヨタとして売る場合にはスプリンター・トヨタとしてアメリカでは販売してたんですね。なので同じじ 車なので顧客満足度調査をすると同じ顧客満足の点数になるはずなんですけどあら不思議何が起こったかというとトヨタのカローラスプリンタートヨタの方が GM のボレれよりも満足度が低いっていう結果が出てしまったんですねおかしいですよね同じもので単に名前が違うだけなのに満足度調査をしたらボレれの方が高いというまあトヨタとしてはある意味 ショックな結果が出たというわけなんですがさて島内さんはいどうしてこんなことが起こってしまったんだと思いますかアメリカの車はそう壊れやすいっていうイメージがあの皆さん持ってるので,で壊れなかったからこう満足が高いトヨタは壊れないっていうイメージがもともとあるので同じぐらい壊れなくてもそんなに満足しなかった。 まあここですよね、はい、同じ性能でも顧客満足に違いが出るのはどうしてだろうということなんですけども島内さんまさにその通りでしてポイントはですねこの満足度調査をする時の3なんですね3この三は何かっていうとその商品とかサービスを買う前の事前の期待がまさに期待通りだった時のお点数が3なんですねでそれで言うと 今、島内さんがおっしゃったみたいに、ジェネラル・モーターズを買う人はですね、事前の機体は、少々ね、交渉はするだろうというわけですね、あるいはひょっとしたら雨が降ったら、台風ぐらいだったら、雨がこう入ってくるかもしれないみたいに思うんだけど、<laughs> 買ってみると、なかなかですね、あのまあ交渉がちょっとしたとしても、まあ、軽いもんだと、なんかね、えー、ワイパーがちょっと動きが悪いなとか。 まあその程度でもよく考えると豪雨でも雨が入ってこないというわけでそうなるとまあ事前の期待がそんなに高くないので結果の実際値がこれぐらいだとやや満足であるとか非常に満足なるわけですね。それに対してトヨタの場合は事前の期待がですねやっぱり日本車は完璧なんだとつまり故障しないんだとまさに世界,の世界一のトヨタなんだというふうに思って買ってしまうとですね アメリカで生産してますからあのちょっとは不具合が出たりするわけですね。でまあ雨は入ってこないにしてもなんかあのワイパーがなんか動き悪いなみたいなその窓を閉める時もウィーンって言ってなんか大丈夫かなみたいな感じになるわけでしてあれトヨタなのにというふうに思うわけで事前の期待が高いがゆえに、ー、実際値がこの左側に行ってしまうわけですね。それで得点が2とか1になってしまう 同じ,同じ性能なんですよでもアメリカ社に対するジェネラル・モーターズに対しての期待は低いトヨタに対しての期待は高いがゆえに同じ結果でも点数は GM の場合は高いトヨタの場合は低いという結果になってこれを足し合わせるとさっきお話したようにシボレーの方がカローラよりも高い数値を出すようになったというわけです。でこっからの学びは何かというと3つありまして。 一つ目がですね、ま顧客満足度っていうのはこういう風うに事前の期待がどれぐらいかというところがポイントなんですね。で、その事前の期待通りにやるとどうなるかっていうと、3の評価しかないわけです。つまり、まあ、一般的にですね、あのー、今でもよく会社の人とか政治家が言ってるんですけれども、国民の期待に応えたいとかですね、いうふうに言うわけですけれども、期待に応えちゃダメなんですね。期待に応えなゃいけない。 そうでなななくて顧客の期待を超えいいいといけないわけわ私はこれはあの例えばマーケティングに限らずですね満足っていうことに関して言うとおまあどんな場面でも言えることでして例えばですねそのまあ皆さん部下がいるあるいは大学生の方からすると友達になんかあの授業のねあるいは事業っていうかビジネスの方片一方は学生にとってはあのクラスの方ですねあのコピー取ってきてって友達に頼んだ時に。 えーまあ、部下に、まあ、頼んだとしましまょう、えー、その時に、えー、例えば私の書いた「ユーザー・イノベーション」という本があって、えー、それの一部をコピーしてきてっていうふうにあの部下に頼んだと。で部下がその言われたページを指定通りに取ってきた場合どういうふうに評価するかっていうとませんよ、ねまあ,あの当たり前だろうあサンキューみたいな感じになるわけでして、えー、そこをですねなんかあの部下があの帰ってきたらですね ちょっっとと分厚めのコピーになっているとあれなんだって見ると「いやあの課長」と「実は小川先生って最近日経新聞にこういう記事書いてましてあのこういうこともおっしゃってます」と「なんかこれが最新のデータみたいですよ」みたいなそういう追加のコピーを持ってきたら「おこいつなかなかできるやつだな」というわけでこれも同じですよねあの相手に事前に期待したことを期待通り期待に応えたら普通の評価なんだけれどもおその部下がですね 期待を超えてやってくるとよくできるっていうわけで、えー、満足につながるというわけでして必ず需要を拡大再生産しようというふうに思えば顧客の期待をを超えるということといといけないいいいううこしななけけわです先ほどあのご紹介した多分アシックスもそうですしアップルも絶えず新製品が出た場合はですねこうお客が驚くような出ることは分かったけどもここまでできるのかみたいな そういうお客に驚きをその感じさせる商品を出しているというのはまさにここのところを実現しているんだということが1つ目2つ目なんですけれどもその面で言うと、えー、あまりにですねよくあの映画でありませんかあの史上最大の何ですかエンターテインメントとかですね あの世界一の,あの、えー、ホラーとかですねそういうなんかこう本当かよみたいなあのそういったことが言われて行ってみると「あれ?」っていうねこんなのなんか宣伝で言ってた通りかよみたいな、まあ、そういうふうに思うことがあると思うんですけどもそういう意味で言うとあまりに過剰に、えー、自分の商品とかサービスを言ってしまうと逆に事前の期待を上げてしまうので。 えー、ここはテクニカルに非常に難しいんですけれども自分たちができることをしっかりと伝えながらも過剰に期待を持たせないっていうのも大切ですね2つ目ですね3つ目これもですねあの忘れがられがちなんですけれども顧客満足の高さっていうのは大縄跳びとと同じように決まるっていうことです、ね、あのこう,こういう大きいやつで <laughs> どんどん人が入ってきてみんなで飛ぶっていうのが大縄跳びなんですけれどもあれずっとね あのみんな飛べてる時にあのちょっと運動神経の悪い子が入ってくると何かっていうとつまずくんですね引、うんうん、っ掛けちゃって止まっちゃうというわけで顧客満足も同じで、えー、顧客満足度っていうのは一番パフォーマンスが低いとこれあの忘れがちなんですけどもよくですね会社の中でも例えばメーカーの方でもですね 開発系の方がですね我々いい商品出してるのに、えー、なんか売れないとこれは営業が悪いんだみたいなことを言うんですけどまさにその通りなんですよつまりいい商品を作ったとしてもあるいはすごいいいコマーシャルを作ったとしても例えば営業の人がすごい存在な態度で、えー、取引先を回ったりちょっと手を抜いて100点回らないといけないの50点しか回らなかったりするとそこが顧客満足を決めてしまって需要の拡大再生産が起こらないってわけですね。 え最近ですね、まあ、非常にこう自分の身の前のあのさまつな例を挙げるとイタリアンにですねこの前行ったんですねあのイタリアあの日曜日のランチですねで、あのー、ランチメニューを食べたんですけれどもお最初に出てくる前菜そして、えー、ちょっとその店が誇るピザを食べて最後にパスタが出て、えー、デザートだったんですけれども,もうパスタまではですねもう最高に美味しかったんですね。 やったいいとこ見つけたっていうふうに思ったんですけれどもあの残念ながらですね最後デザートの時に紅茶がですね苦かったんですね紅茶って、あのー、温度管理が難しくて、えー、温度間違えると紅茶の美味しさが出ないで苦くなっちゃうんですねで多分温度管理間違ったんでしょうね紅茶がまずかったんですねじゃあ顧客満足はどこで決まったかここで学びましたね紅茶で決まるんですよなので ちょっとなあと、あそこデザートの時に紅茶まずいしなと、最後はなあれだったらなっていうので、あの次かどうかわからないんですけれども、えー、そこの店の人が出てくださったら、あの紅茶管理しっかりしていただきたいんですけれども、<laughs> え顧客満足っていうのは、一番パフォーマンスの低いところで決まると。なので、えー、突出したパフォーマンスを上げる部署を作ればいいっていうんじゃなくて、えー、それよりも一番ボトムのところがきちんと平均以上、 そういうようなチーム体制をしっかり整えて実行に移すというのが大切だというのが3つ目になるわけです。以上で今回はですねマーケティングの原点についてのお話を終わりたいと思います。次回は2番目マーケティングの大切なことについてお話したいと思います。